ところちょっとほろっときましたけどね。はい、今度聞いてみたいのは対象年齢をいくつとしているのかっていう、こうターゲットがどこなのかなって思いながら、うん、まあでもね、ターゲットはシコッキーズファンの皆さんですから。もう満足されてましたもんね、はい、皆さんね、はい、またバージョンアップしてね、またナレーションさせていただきますんで、一つよろしくお願いいたします。お願いします。温かい目で今後ともよろしくお願いいたします。ということでこの後ですね、はい、12時20分から、モグニーとコアクマ&アックマが始まるんですけど、はい、まあ例年のごとくアックマがギターを弾いたりするので、うん、そのセッティングがありますので、セッティング終わり次第で始めていきたいと思いますので、しばらくセッティングの風景を見て楽しんでください。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。寝とうと思ってて、宇沢さんがなんかわさわさしてるの、どうしたのかなと思ったんですけど、あとね、撮るときに宇沢さんが、よかったでしょ、なんかわさわさしたから、撮るとき、菊池君かと思いましたよ、また、そうって言って、2日連続に来るとは思わなかった。昨日はだったんですか？昨日は見てた。今日見てない。お騒がせしております。この後12時20分からは北海道から来ましたコアクマとアクマのステージと、あとモグニーのコラボステージを行いたいと思っております。アクマ様がギターを弾くので、今現在サウンドチェック中となりますので、お騒がせしますが、どうぞよろしくお願いします。ギターライブご一緒してくれる皆さんは、もし来れるよって方は、ステージの下の方でみんなで一緒に踊っていただけると嬉しいので、ぜひ参加してください。よろしくお願いします。本当に無事なもん、来てもいいんだよ。
DJ も今からいると疲れちゃうわ。今からいると疲れちゃう。一回お水飲み行こう。ね。